情報公式って覚えてるかなかけ算についての公式やね。なんかそのままのことを言ってるけど。えっと、まず一つ目は x、x 足す a、x 足す b みたいなが出てきたら、これ順番にかけ算して展開してもいいんやけど、これは x の2乗足す a 足す b をした x。そして ab。 こういう,ふうにして一発で、a、公式を使って展開できますよっていうのがありましたで2つ目同じように x+a すの2乗これ引くもあったよねこういう場合は x の二乗足す 2ax 引くの時はここはマイナスだねで足す a の2乗とこういうのもありました2乗の公式ですそして和と差の積 x+a す 文字も数字も一緒です真ん中符号が違いますっていう時は2乗引く2乗になるんやなそしてこれの逆の因数分解っていうのもしましたでこの情報公式やねんけどこれとルートの計算を組み合わせてみようか そんなんできんのって思うかもしれんけど、ルートの分配法則。まあこれ結局、分配法則を使って展開しているだけなので、例えば、ルート2るルート3足す4。こういうのが別にできれば、乗法公式もルートの中で使っていけるのよね。これできるよね。ルート2かけるルート3でルート6です。えー、ルート2かける4で4ルート2ですよと。 こういうのができるんだったら、ルートを使って、ルートが情報公式の中に入っていても、公式は相変わらず使えるはずです。やってみましょう。次の計算をしなさいと。これをちょっと見てみたら、どの公式を使うかわかるんちゃうかな。これは2乗の公式やね。そしてこれは、このルートの部分一緒になってて、真ん中の符号違うから、和と差の積、2乗引く2乗になるはずです。 そしてこれはこっちらが一緒でこの数字の部分違うから一つ目にあった公式ねそしてこれはまた二乗の公式になってますどうやら使っていけそうですやってみましょうまずこれ二乗の公式やからどうなるかちょっと細かく書くけどルート七の二乗,乗が出てくるよね最初そしてここの真ん中っていうのはこれとこれかけたやつの2個分やから 2かけるルート7かけるルート3ならえな。そして最後はルート3の2乗が出てきますよと。ちょっとこっちまで来ちゃったけど。こうなるはずやね。そしたら、ルート7の2乗は、ルート2乗したら元に戻るので7になって、この真ん中の部分はルート同士をかけて2、2ルート21やね。そしてルート3の2乗は3です。 そして、この整数の部分を計算すると10、10たす2ルート21ですよと。こうなります。やっぱり、ルートが入っていても、情報公式を使えば、計算楽にできたよね。本当やったら、これ、ルート7たすルート3をもう一個書いて、順番に展開していかなあかんねんけど、公式を使えば、計算やっぱり楽に済みます。こっち、もっと楽になやね。これは、 この部分は一緒で真ん中の符号が違うだけっていう公式やからどうなるかっていうとこれの二乗引くこれの二乗になんねなつまりルート二の二乗引く二ルート五の二乗になりますよとそうするとルート二の二乗で二やね引く二ルート五の二乗ルート五の二乗が五なって ここはそのまま二の二乗で四になるので、引く20にならえな。これはマイナス十八ですよ、と。そしたら次も行ってみましょう。ちょっとルートが入っていて、計算、公式当てはめづらいかもしれんけど、慣れやと思います。ルート三足す五ルート三引く四は、これはこれの二乗、もう書いちか。ルート三の二乗を、で足す五引く四これを合わせたらいいよね。足し算をするよね。 そうすると、プラスの1になります。かけるルート3やね。なので、えっと、もうルート3で書いちゃうか。かける1になるから一緒やね。引く、プラス5かけるマイナスなので、20になりますよと。ルート3の2乗は3です。足すルート3引く20なので、マイナス17足すルート3なれな。大丈夫かな。4番行ってみようか。 今度は二乗の公式なのでえっとこれと一緒やねマイナスになっているだけですなのでルート6の二乗が出てきてそして真ん中はこれの掛け算ルート6かけるマイナス1の二個分ですなのでマイナス2かけるルート6かける1ですでマイナスはこっちに出てきてるよねでマイナス1の二乗なのでプラス1になります そうすると、ルート6の2乗は6でね、引く2ルート6たす1です。数字の部分を計算できるので7、7引く2ルート6ですよ、と。解くことができました。こういうふうにルートが中に入っていても、相変わらず上方公式を使うことができます。